MYJ のミュージックチャレンジ。どうもご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ということで、はい、今年一発目のミュージックチャレンジ、はい、ミューチャレでございますけどですね、はい、ミュージック座談会ね。そんな名前優しくないぞいつもとあれだよ、同じ俺と思わないね今日今日何やるんですか今日は、はい、君らミュージシャンでしょ、はい、そこのステージで耐えられる体力をつけないといけないっていう。確かに、だんだん若い時は分かったけど、うん、年を重ねていくうちに、確かになんかステージワンステージ持たなくなったりとかっていうのが出てくるわけよ。だから今日は君たちに、うん、あのトレーニングの指導をしようとお断りします。だからもう今日はね、あのガン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 熱血指導していきます。びっしりしていくよ怖えな。びっしりしていくからあの私あの年始に腰をやりまして、うん、知らねえよそんなんだから今日はみんながどれだけその運動の知識があるかとかっていうのを俺に見させて、うん、だから要は皆様にもためになるけども、若輩たちもそのちゃんとステージ映えできるような。そうそうそう、だからこれ見てる皆さんこれを機にね、うん、あのじゃあ私もジム行ってみようかなとか、うん、あちょっと家で、ね、運動してみようかなっていうふうになれたら、いい動画なんで、うん、家でできるトレーニング、ただあのジムに行ってもできるようなトレーニング、はいはいはい、はい、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではどうぞ。いや普通の人こんなん持ってねえからな。とりあえず俺に言うことを聞いてればいい分かった分かりました。返事は返事、はい、はい、じゃあ初めにね、はい、あのベンチプレス、ベンチプレス、ベンチプレス、これは何を鍛えられるかというと大胸筋ね。大胸筋、大胸筋、この胸の筋肉、ここでやっぱり歌とかステージっていうのはその肺活量が必要なんですよ、はいね、ドラムも肺活量して、うん、じゃあ走れよって話なんだけど、うん、でも外人の人ってさ体に厚みあるじゃん。ありますね。で声にもパワーあるわけよ、はい、でやっぱり体を鍛えないと筋肉をつけないとやっぱり良くないっていうことで、今回ね、はい、皆さんにはこのベンチプレスから先に基本中の基本です。ほう、基本ベンチプレスを、うん、やってもらいたいなと思います。はい、じゃあ誰から行こうか。やっぱ二郎さんまずお手本。あ、俺そうですね、お手本が大事かもしれない。じゃあ俺やるから、じゃあよく見てて。待って、これ何キロあるの。これは15のね、このプレートだけで50キロぐらいかな。は50キロぐらいはね、あの誰でも簡単に上がるんですよ。本当に、うん、本当初心、あ、そうそう、俺だから本当にガリガリ52キロしかなかったわけよ、はい、自分の体重が上がった。そうそうそう、その時にやった、あ、結構簡単に上がるんだなっていう多分感覚に襲われるかも。なるほど、うん、まあ、50キロだけど、バーが10キロぐらいだから、まあ60キロいくかいとりあえずまあ俺の言うこと聞いておいてくれ。わかりました。はい、じゃあいくよ。はい、じゃあ見本見ててね。はい、はい、まず座りますで、バーなんですけど、うん、ちょうどここのあの、なんでトップ、あの、乳首の、はあ、うん、この辺に下ろします。まあ、いろいろあるんだけど、上鍛えければ、あの、上鍛えたければ上の方に落とす。でも、肘とかまず痛めちゃうんで、まずはここのトップに落とすのが、腕立てもほら、みんなこの辺でやるでしょ。ええ、はい、はい、はい、ね、でここにバーを落とします。とりあえずやるんで、ちょっと見てください。はい、こう、出ます。あ、まあ、まあ、いいね。で、まあ広さはここにちょうどあのつっかえ棒あるんで、はい、この辺あたりをちょっと持ってもらってね、こう上げます。おお、こういう、まあ普通にそんな重くない、うん、でこれをここに、おお、ね、この辺にいいですよ、はい、でこれを普通に運びます。でまあ足を下ろしてもいいんだけど、これはまあどっちでもいいよ。まあ、こんぐらいの重さだったら足上げたまま、こういうふうに、はい、ね、結構重そうよ。息もあのこれバウンドしてるからこいつ詰まっちゃってるけど、吸って吐くね、はい、はい、で下ろす時はこう、つらそうに見えるけどそんなつらくない。この揺れるから声が揺れてるだけで、よくこういう動画見るんですけど、両端に
こうサポートで誰か支えてるんですよ、あの、はいはいはい、丸いやつの先に、うん、いた方がいいんじゃないですか。必要かな。必要だ。必要でしょ。例えばこれ100キロとかになってくると必要かもしれないけど、50キロは素人の重さですから全然大丈夫です。とりあえず我が輩の目標は、あの池永玄太80キロを下げたいんですよ、はいはい、池永玄太80キロっていうのはやっぱりコンプレックスなんですよ。なのでやっぱ池永玄太にはなりたくないなっていう、だからそこまで下げたい。やっぱこの胸からね、この筋肉をつけて、うんうんうん、でその代謝を良くし、そして体重を減らしたいんですよ、うん、興味、池永玄太を知ってる人の方が少ない。まあそんな感じで、じゃあ誰行く。じゃあ僕早から行きましょう。じゃあ、はい、やる気ですか、はい、で、そのまま、うん、それは、これはこうなるのね。なるなる。で、ゆっくり寝てください。そう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 。は、はい、鼻が疲れそうで、はい、足はここでいいの。うん、違う、さっきドライフィッターまで足キッズタオルみたいな。ちょっと待って、急だな。まあそのまま足床についてもいいし、そこの上にそのまま、あ、こうこれ床に倒したら足鍛える道具や。あ、なるほど。さ、てかさ、その体勢で足つかないの。足つかないですよ。足つかないんですよ。なんかちょこんと、なんか滑稽だよね。なんか可愛らしいですよ。よし君、じゃあちょっとこっち来て。あ、はい、こっちのバー、はい、さ、いい、はい、どっちがいい、こっちに来てほしい。ね、どちら頭はここでいいですか。はい、頭、うん、もうちょっと、もうちょっと前こうですか。でね、怖い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 、手はここじゃない、うん、さっき見てた俺の手どこにあった。ここです。違うよ。あ、ここですね。そうそう、はいはい、それが正解だ、はい、で、そのまま上げたらここに落とす。胸に、胸に、はいはい、ここじゃないよ、はいはい、ここでもないよ、はい、ここね、はいはい、ここ、はい、このトップ、はいはい、いい、うん、返事は、はい、うん、ね、これを一回こうって上げてしまうんですか。そう、とりあえずここまで上げ、自分で上げてからゆっくり下ろして、ゆっくり下ろして吐きながら上げる、吐きながら、うん、上げる。そうそう、ああいい、うまい、うまい、うまい、いいね、いいね、いいね。とりあえずじゃあここまで上げることまでやってみようか。いや、これは本当に、ほら、真剣にができないよ。うん、真剣に言ってみて。上げるから、うん、吐くんだよね。上げるときは吐く。いきますよ。はい、いいよ。はい。もうちょっと待って、上がんねえぞ。ちょっと、いきますよ。マジ？上がんない。うまい。いや、ちょっと待ってでしょ。マジ？真剣にやってる、ちょっと。ちょっと待って、まだ。せーの、はい。おお、ダメだよこれは。気をつけて、気をつけて。よっせ。の。え、本当に言ってんの？嘘でしょ？いや、50キロって相当ですよ。何？違う。もう一回いくよ。もう一回いくよ。もう一回いくよ。ちゃんと上げてみて、力、ちゃんと腹にも力になるんだ。なんだこのプニョプニョした。ああああ、違う。舐めてんのかって。すいません。なんだこれ。すいません。すいません。投げてんのかな。できます。はい。はい、せーの。はい。え？いい。いや、本気出しますよ。はい、はい。いや、本気出すから。はい、本気出す。せーの。はい。はっ。はっ。いけ。はっ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 。ちょっと、よし君、交代。交代ちょ、よし君、交代だ。よしくんは上がるでしょ。だってドラム叩いてる。ドラム叩いてますからね。ドラマーですから。普段からね、やっぱこう腕の運動してますからね。え？痛い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 。で、足をちゃんと踏ん張って。おお、足つかまこんな感じで。はい。あ、フォームは素晴らしい。フォームはね、よく言われるフォームは。あのフォームは綺麗だ。問題次だ。ゴルフでもよく言われるんだ。あ、本当。フォーム素敵よ。フォームは綺麗だね。うん。でもスコア伸びないですよ。でもそのブリッジみたいなアーチ型やると腰痛める可能性ある。ああ。どういう感じですよ。で、あ、こういう感じですよ。いやいや、お前そんなジョーク言ってらんねえからな。これでそれで、とりあえずここまで上げてみようか。そこまで。で、マジ気をつけろよ。いきますよ。せーの、はい。
嘘でしょ。これマジで、あの俺がいじめとかそういうんじゃないから、あの初心者でも上げれる重量だから50キロって。いや無理だ。いやいや君たち大丈夫？いくつ今？我が家の今年で50です。何やってきたの今まで？どういうことですか？反省しようよお前。ちょっと待って、50キロですよね、うん、50キロ、まあ60キロぐらいですよ、うん、もう一回いいですか？いくよ、せーの、はい。ガチで。何何ガチで言ってんの？ガチでダメだから。ガチで言ってんの？いやマジでガチで言ってんの？言いますよ。はい。せーの、はい。あっ。話しない。話しないのよ全然。いやこの無様な姿は。じゃあ10キロ落とすの？あ、このままに。あのでかい方落としてください。でかい方を落として、今ジロさんが持ってるそのちっちゃいのでやりたい。自信につながるなって。でかいのを落とすとまためんどくさいから。だってこのちょっと待って、これ10キロ取ったら何キロだと思う？30キロだぜ。お、30キロはさすがに上がるだろう。30キロ物で例えると、30キロぐらいのな。だからあの米10キロの米あるじゃん、あれはいつだよ。これはさすがに重いでしょ。いけ、さあ、いくよ。手のこれ上がんなかったら俺マジ怒るから、ね、これは絶対初心者でも上がるよ。はうん、さっきでも上がるんだけど、さあ行ってみよう。はい、よかしょ。はあ、お、上がった、上がった。だよな、なんか自信ないもん。ちょ、何これ。ちょっと いや、気をつけてよ。吉野、腰やっていくからな。変なとこつった、今。ダメ本当に言ってんのかな。はい、せーの、はい。じゃとりあえず、はいはい、ここに落とさなくていいから、ええ、ここまでは上げるんだよね。上げるんだよね。うん、いくわよ、うん。手気をつけてね、これ挟まないよ。あ、分かったわ。そこだけは。いくわよ。うん、せーの、はい。はぁー、ちょー、おー、すごい。で、ここまで行ってみよう。はい、そこからゆっくり下ろしてみよう。ゆっくり下ろしてみよう。ゆっくり下ろしてみよう。もっと上、もうちょっと上。あ、はい、無理。そっから上げてみよう。無理。上げて、はい。すごい。で、これ戻そう。怖い。はい、ゆっくり下ろす。はい、下ろして。頑張ってやってきたこととか、全部もうどうでもよくなるね。
な。まあだからこれは、うん、家でいう腕立て伏せと一緒なんですよ。はい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 。うんうんうん。ね。見せますね。だからこれは皆さんは例えば家で、うん、手の位置をちょっと広めに持ってもらって、ここのトップの位置が、はい、床につける。うんうん。でその、機械版がベンチプレスになるんで、はい、でまあね、結構上げるじゃないですか。なんだよマジかよ。ここまで普通にこう、怖い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 、上げる。でもう逃げなくてもいいんですよ。怖い怖い怖い。普通にここまで下ろす。でこれを信じられない。軽々と。50回とか普通に。いや軽く見えるもんね。なんかこれ多分あれは軽いんだろうなって見えるもん、ね。全然重いですよ。うん。もうこれつけなくてもここが一番辛いんですよ。つけない方は。だけどやっぱり深くまで行った方が筋肉がストレッチするんで、うん、ここまで。ちょっと待って。これさ、皆様普段でできますよってできねえだろってだから。できねえよ。いや多分ね。この重さは初心者でみんな上がります。結果、君たちは力がないっていうこと。結構だいいよ。それで結構だよ。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、ベンチプレスやってきましたけど、どうでしたか。結果、よくわかりました。無理無理です。あ、でも2人とも言えるのは重量落としたら結構良かったです。フォームも。あ、本当ですか。そうだから綺麗だったから多分ね、そういう才能あると思う。もうね、下手なやつは本当にもう こんなんだから。あ、そうなんですか。 でこうなんなかったじゃん。ちゃんとここで止めれ、はいはい、だからバランスはいいんですよ。うん。ただあとは力をつける。いいですか、はい、もう僕も腕上がらない。慣れない、例えばね、うん、はい、やったことないじゃないですか。うん。だからこういうのはライブ前にはやんないじゃないですか。できるだけちゃんとスパンをそのライブまでのね1ヶ月前とかにちゃんと慣らして体をちゃんと鍛えてそれに向けてやるから、はい、2、3日でできるまでないんで。そうですね。初めはちょっとね、あの重りはちょっときつかったかもしれないけど、うん、あのね、重り下げて下げてやった時はね、良かったですよ。あ、本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。いやね、あの我が輩気づいたことが、我が輩思ったより足短いなと思います。自分で思ってたより足短かったな。うん、あ、でも楽しかったな、はい、俺は楽しかったと。本当ですか、うん、ありがとうございます。楽しいもの見せてもらって、うん、よかった、楽しかった、はい、うん、ありがとうございます。皆さんもこれを参考に体力作りに一緒に励んでいきましょう。また次郎先生よろしくお願いします。第2弾、第3弾、第あの30弾ぐらいまでですね。もう結構です、うん、みんなのためになるなら。そうだよ、はい、だからこれは皆さんあの家で腕立てで応用してくれる。皆さんあのね、ちゃんと応用できるように。じゃあ腕立てでよかったんじゃない。じゃいや腕立てじゃダメなんだよ。君たちだって腕立てじゃできちゃうじゃん。なるほど ねできますね。ね、壁がないから壁をぶち破るためにこの番組はあるんだから、できないものをできるようにするためにあるわけだ。まあミュージックチャレンジですからね。そうそうそう、最初ができるもんやってどうするんだよ、うん、そうね、うん、だから俺の言うことを聞いてなきゃいいんだよっていう話したじゃん。分かった、分かりました。返事は、はい、はい、じゃあ求めてください。いかがだったでしょうか、はい、今回のミュージックチャレンジ、皆様もぜひともお試しあれ。試せんの。無理のないようにお試しください。田川カウンター追悼イベント、お前らありがとうな、プレゼンテッドバイ Z1& パンドン、6月24日土曜日、場所は銀座タクトにて行います、オープンが17時40分、スタートが18時からとなります。チケット前売りが5,000円、当日が6,000円、ともに、ワンドリンクプラス特典 CD がついてまいります。特典 CD は会場にご来場いただいた方のみの特典となりますので、ご了承お願いいたします。会場に行きたいんだけどどうしても当日行くことができない、でもイベントは応援したいという方がもしいらっしゃいましたら、イベント応援チケットなるものを同時販売いたします。こちらはポストカードを送らせていただくものになります。このポストカードに関してはイベント応援チケットのみの、特典となりますので、合わせてご了承お願いいたします。前売りチケット、イベント応援チケット、どちらも
オンラインショップ、公式オンラインショップにて販売いたしますので、QR コードまたは概要欄の URL をご参照いただきましてご購入よろしくお願いいたします。皆様のご来場、心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みんな監督待ってるよ。